本編に行く前に15秒だけお知らせ。今回のサムネもみんな大好き伊王さんに書いていただきました。めっちゃ実況してる時の私たちじゃん。伊王さんは Twitter のフォロワー10万人超えという超有名絵師さんです。もしサムネ見て興味湧いた方がいればぜひ Twitter、メイキング動画を投稿してる YouTube も覗いてみてね。以上お知らせ動画でした。それでは本編へどうぞ。ただいま。マリサそこタイミングよくジャンプしないと落ちるから気をつけてね。おう私はなめんなこの業界なんだやっべばー。マリサてめえ、どこでくつろいでんだ、ガッケンじゃねえぞ。私商品対価なんか考えてんのか、こういうのとか商業用に話してないけねえ、世界シェアのために個人盛り上がれ、前世の私のリアー。再び前世送りに、前世の私今行くでー。もうあいつダメだ、そろそろ買い替え時だな。さあマリサさん、数ヶ月ぶりにバニーマンが帰ってきましたよ。おい、新しいステージが開放されるまで投稿しないんじゃなかったのかよ。安心してください、この動画が投稿されてる頃には新しいステージが追加されます。さっきから失礼だぞバニーマンに謝れ。すまんからだが拒否反応を起こしちまって。というわけで第2シーズンも気長に投稿していくのでよろしくね。まあ前回死ぬほどプレイしたし裏技もマスターしたから問題はねえか。よししょうがねえ、ここは人肌脱いで一挙やってやるか。ちなみに今回必ず人参ゲット縛りも受けたので頑張りましょうね。お待て、そんな縛り一言も聞いてねえぞ、ぶっ殺すぞ。残念もうて遅れだぐはははは。人参見つけたらお前の鼻にぶっ刺して花の穴広げてやる。やめて、人参と私の花がかわいそう。というわけでやってきました最初のステージ。うっわ懐かしいな。霊夢つかみってどうやるんだっけ。簡単だよ、シフトキーを押しながら。しねえ、おいだけんなまだそうじゃないってねえんだって。絶対絶対許さねえからな。実家のような安心感。今のマリサの死で思い出したけどこれがバニーマンなんだなって。なるほど、さっきのは必要な犠牲だったというわけか。そうか、それなら仕方ない。なんていうわけねえだろ、ボケが遊びでも奪っていい命なんてこの世にあるわけねえだろ。なんでこんな時に限って土星論かますんだよ。あったあった人参、今回は必ずこの人参を持ってゴールしなきゃいけないんだ。もし人参なしでゴールしたらそれは脳幹になるよ。まだ序盤のステージはいいが後半どうするんだ。私確実に諸悪の根源潰してるよ。色々と家庭ぶっ飛ばしてない。一応一本ルールはこんな感じ。でもマリサの言う通り後半は鬼畜だから人参縛りで確実に積む未来が見えてます。なので今回お助けシステムとして3ステージだけ人参をスルーできる剣を導入します。甘えと言われても仕方ないけど私たちの精神を保つためにご理解よろしくですと話してたら次のステージに来てましたね。前世の私の再び前世送りに、前世の私今行くでー。この戦いに何の意味もないからやめよ。ガッケンな、お前が始めた物語だろ。おっと、ここのゴールには入らずに奥にある人参取らないと。よっしゃ、私が人参持っていくぜ、人持っていくぜ、人持っていくぜ。うわぁ、ちょっと下半身と喧嘩してる場合か。腰は私の下半身の心配もし、どこで出てくんねー。おかえり下半身。おめえの体どうなってんだよ。ほらとりあえず人参はゲットしといたぞ。ごめん、助かった、リアルでツボってとても人参どころじゃなかったからな。よーし、今度は私が人肌脱いでやるとするか、お客様行き先はどちらまででしょうか。それじゃこのステージのゴールまでよろしく頼むぜ。わかりました、安全運転で行きますね。お、もう、すみません、重量オーバーです、降りてください。お待たせ、このタクシーぶっ壊してやる。なんだかんだでもうゴールですよマリサさん。そうそう、これぐらいの難易度がちょうどいいんだよな。なんだ後半の鬼畜難易度。完全にメンタル殺しにかかってますもんね。前回は裏技酷使してなんとかなったが人参縛りの今回はどうなるんだろうな。ちなみに参照データとしてシーズン1のトータルプレイ時間20時間です。そしてそのままステージ3クリア。ステージ4も一度も死ぬことなく無事クリアだぜ。今のうちに平和を噛み締めておかねえと。さて次のステージあたりから一発クリアも難しくなってきそうですね。やめろ、未来の話をするな。いかん、私の中の何かが暴走しだした、誰か私を止めてくれ。どこぞの中二病だおめえ。てかなんでマリサ今日そんなバグってんの。もしかしたらこのゲームに嫌われちまってるのかもな。ガッハッハ、嫌われてるなら仕方ない、私はここでおいとまさせてもらうぜ。おーい、そんなムーンウォークみてえな動きで逃げるんじゃない。おっと、この距離は少しばかり難しいね。大丈夫だ霊夢、私がしっかり受け止めるぜ。なるほど、ここは協力プレイで進むというわけですね。本来は協力プレイが正しい遊び方だと思うけどな。ほら霊夢大丈夫だ、さっさと来いよ、ここが地獄でも受け止めるからよ。遠回しに私に死ねって言ってる。あ、さっき人参見当たらなかったけどスタート地点の反対側にあったんだ。なあ、これゴールするのと人参探すの両立難しくねえか。高校生の学業とアルバイト的な。まさにそれだ。確かにゴールできても人参なかったら最初からだもんね。え、これノープランで始めた縛りだけど、もしかして過去一辛い企画なんじゃ。過去に戻ってこんな企画考えたバカの脳みそ改造してやりたい。まあでもお助けシステムもあるし今はクリア優先で考えよう。そうだな、そんなことよりも頼む、誰かこの無限ループから助けてくれ。リズムに合わせてバグんなよ、バグで楽しんでんじゃねえぞこら。ちげえよ、私だってバグりたくてバグってるわけじゃねえよ。そこんな奴と友達になった私の人生すらバグってるってか。正直悪い気はしないぜ。なんだよおめえ、私のこと好きすぎかよ、へへ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 。ようやくこれで半分クリアか。まだ一面の半分だぞ、なんでこんな時間かかってんだよ。人参縛りしてなきゃ今頃終わってたっつーの。さ
て後半戦も気を取り直して頑張っていきましょう。お、霊夢ようやく罠が出てきたぞ。確か私たちって頭と尻が弱点なんだよね。今こそ全開の知識が役に立つ時ですね。私先端恐怖症だからこの針見るだけでも大変だぜ。え、なんでシーズン1の時はそんな恐怖症なかったじゃん。どうしたの？シーズン1のせいで尻の穴がいつ増えるかわからない恐怖に毎日怯えてるんだよ。なんだよ尻の穴が増える恐怖って。よし人参ゲットだぜ。ほら霊夢こんなステージさっさとクリアしちまおうぜ。人参の先端とんがってるけどこれは大丈夫なの？ダメだ今回のマリサバグルシメンタル死んでるし使えねえ。よし霊夢もうゴールは目前だぜ。すごいまだここまで一回も裏技使ってないよマリサ。ただ一面だからなここ。そう前作バンバン使った裏技についてですが、特に禁止はしてませんが使いすぎもどうかと思うので、使用はなるべくほどほどにという感じで進めます。まあそれが妥当かもな。お、霊夢もうゴールだぜやったな。お互いでこのゴールは歩んでんじゃねえよ。もうこれでステージ6もクリアっと。さてここはどういうステージだったっけか。二つ道が分かれてるが上に人参がありそうだぜ。それじゃ私が取ってくるからマリサは正規ルート進んでていいよ。霊夢。私待ってる。ずっと待ってるから。転校前の幼馴染乙女か。はい、リンゴ人参見っけ。あ、そうだ、ここ体重ネタ披露してたステージじゃん。誰がデブだふざけんじゃねえよ。一年越しに突っ込むんじゃねえよ。ほら、霊夢下で私が受け止め、すまんからだがお前を受け止めたくないって。絶対私が思いの思い出して逃げたろ貴様。その後も見せ場なくステージ7クリア。前回ここだけで4回は死んでたのに。明らかに操作上手くなってんな私たち。おっと来た地味にうざいバネ。前作地味にバネに苦しめられたんですよね。私バネ恐怖症だからこのバネ見るだけでも大変だぜ。なんでも恐怖症つけとけば逃げられると思ってる。あまりさそこ気をつけて確かそこそのまま言えばやろう。何してんださっさと来いよ。なんで生きてるん？明らかに脳みそ突き刺さってたよね。まあ細かいことは気にすんな生きてるだけよしとしようぜ。尋常じゃないような血が流れてるけど本当に大丈夫？うっすぜ気にしてるからプレイ時間長くなんだろ。はい第1回が地集中。ごめん私集中すると下手になる。二度と集中するなふざけてろ。なんだその突っ込み。仕方ねえなよっこらショット。ありがとう助かるよマリサ。いいか暴れずにおとなしくしてろよ。絶対だかんな。オーケーすべてを理解した。おならら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 らこんなことしてるからコメントで喧嘩するなってくるんだろうね。このチャンネルで仲良くする方が難しいだろ。アバブル予感霊夢私から離れとけ。どうせ無限ループかムーンウォークあたりだろ気にしないよ。わーマリサまずいまずい全然落ち着く気配がしない。考えろ白霊霊夢何かマリサを助ける手段があるはずだ。はそうだこういう時は相手の顔をしっかり見て落ち着かせるんだ。もうこれしかない待ってろ今すくってやるからな。マリサ落ち着け私を見ろ。うわブスだ今日から私はソロプレイヤー。すまん追条件反射で。もういいもんささっと人参取ってゴールしてやるし。キックショーなかなかやるじゃねえか。誰と戦ってんだよ。リベンジだ今度こそ人参奪ってゴールしてやる。慎重に慎重に。おいバネ邪魔すんなふざけんじゃねえ。もう見てらんねえお前はおとなしく向こうで見てろ。少しでも左に行くとバネに跳ね返されっちまうからな。ここは動きを最小限に抑えるんだ。お分かりいただけただろうか。先ほどまでピンピンだったマリサが突如謎の死を迎え、そのまま針に吸い込まれたかのように死体が引き寄せられ、結果オーバーキルされてしまったのだ。一体彼女の身に何が起きたのだろうか。突然のホラー展開が起きましたが無事人参もゲットしてステージ8はクリア。さらにそのまま一度も死なずにステージ9もクリアしました。さあマリサさんここが一面ラストですよ。もう最後なんだからバブルなよめー。だから私だってやりたくてやってるわけじゃねえんだっての。もうあいつダメだそろそろ買い替え時だな。なんとか収まったぜ。これマリサのバグと戦いながら人参持ってゴールしなくちゃいけないのか。とんだお荷物ができたもんだな。正直悪いと思ってる。そんなこんなで最終エリアも無事クリア。一面の合計タイムは20分ちょいでした。人参縛りでこの記録はなかなか上出来じゃねえか。というわけで第1エリアは無事コンプリートしました。まだここまでは楽しいぜここまでは。問題は地獄の境界線がいつからかって話だ。未来を見るな今を生きろ。さてさていかがだったでしょうか。マイクラとロブロ。さてやってまいりました地獄のバニーマン実況。マリサさん今日のコンディションはいかがでしょうか。安心しろ事前に生えてきたから失うものはねえぜ。バニーマンに命かけてらっしゃる。それではまた行って会いましょうね。私との戦いが終わったらその先は禁忌だ口を塞げ。さあやってきました。おっとここはタカシさんのいる雪ステージじゃないですか。出た私のタカシ。いや私が産んだタカシだわ。どういう関係性。おっとそんな話してたらタカシおったぞ。お前見ない間前が始めた。いやー、たかしさーん。おめえがたかしさんの体の中でどう考えても顔と体の対比が悪いだろうが。たかしさーん。この感じ懐かしい。たかし気づけたら即処刑縛り考えてんだけどどう。たかしより親友の命を守るべきだと思うんですよ。はい。うるせえ私にはたかしさんしかいないの。たかしが助かるのなら私は喜んで悪役になってやるわ。喜んで悪役になってやるわ。喜んで悪役になってやるわ。さあ頼むたかしの仇だ私を殺せ。殺人犯になる私の気持ちも考えろや。よし霊夢人参ゲットだぜ。ナイス人参。私も前に進みたいんだけど引っかかって進めないんだよね。邪魔だよなんだよこのゴミ。結構それたかしの遺品や。そんなこんなで無事レベル11クリア。ここまでは順調だぜ。よし私も弱気になってられねえな。霊夢私の背中を押してくれ。手加減は優しめでお願いします。霊夢どうなってんだ。はい先生
霊夢ちゃんがやりました。廊下に立たせてください。今時そんなことしたら PTA が黙ってられねえってのか。それでこのステージはどこに人参があるんだ。一羽の人参に気づかずゴールするパターンが一番心にくるからな。それについてだけど一つ法則を見つけたんですよ。この明らかに正規ルートを示してくれてる矢印、この矢印はゴールの道を示してるだけで人参の場所は対象外なの。ほう、つまり矢印とは真反対の道に進めば人参が落ちてるってわけだ。私今日だけ霊夢人間扱いしてあげる。普段私どういう扱いされてんの。キャッカー、そのまま滑ってゴール。いやまだまだ簡単だな。このまま平和が続けばいいのに。何回も殺し合い起きてたけどね。その後は一度も死ぬことなくステージ13、ステージ14、ステージ15を立て続けにクリアしました。さて後半戦と。おっとったかガリガリ君。私ガリガリ君嫌な思い出しかないんだけど。ある意味私たちの伝説の始まりだけどね。まあここは仲良く協力しようじゃないの。実はこれ協力ゲームなんだよな。何、私たちずっと仲いいじゃないの。体中が穴だらけになるぐらいのな。そんな仲良し聞いたことねえよ。友達作ったことねえのか。役立たずは放っておいて先の様子を見に行くか。人参がどこにあるか把握しておかないといけないし。わー、どうやらこのシリーズの一番の敵はバグだったみてえだな。私とバグに気を使いながら人参縛りなんて大変ね。マリサ、せめてお前だけは味方であってくれ。にしてもこの先人参なさそうだったぜ。待って、もしかしてさっきのところ上に登れるんじゃない。確かに矢印の法則も成り立ってるな。しかしどうやってあそこ上に登るんだ。とりあえずゴールの場所も確認しておくか。人参取れてもゴールできなきゃ意味ねえしな。両立の難しさがはっきりわかる動画。そうだぜ、両立は難しいんだぜ。みんなは高校生になって友達にバイトしようと誘われたらどうするぜ。私なら友達置いて自分の家に突き進むぜ。お先失礼します。私置いてかないぜ。わー、死にたくなー。必殺半神。よっしゃー、爪を見つけたね。どこ行くねー。いいか、タイミングよくジャンプだぞ。わかってる、角度とタイミングが重要だよね。よし、スタンバイスタンバイ。今が、ヘッタクソが何しとんねん。初回で足ついただけマシだろうね。こそどこ飛んでんだ。作戦変更、ガリガリ君グリと氷の力でどうにかする班で分かれましょう。オッケー、山手ほぼ角で私死ぬくね。行くぞ、届けー。今の話オッケー。なんで私が言ってレイムが死んでんだよ。もしかして私たち、入れ替わってる。やっかましいわ。これガリガリ君を利用できねえかな。なるほど、使えるものは何でも使えってことだね。そういうことだ。まあここは私に任せてくれだぜ。どう任せばいいの。おいバカ、何してんだよ、こと。まずいって、このステージもう15分格闘してるって。さすがにこのままじゃ拉致が開かねえな。一挙蹴られとくか。あれはだって、私が変態に見えるだろ。おまたバグか。あれ、霊夢顔が。え、なになになに、私の顔が。どうしよう、マリサ、私の顔がぺっちゃんこに蹴られた。お前の人生ぺっちゃんこに蹴られた。お前の人生ぺっちゃんこに蹴られた。お前の人生ぺっちゃんこに蹴られた。治った。どんな体してんだ。ふざけんな、ここどうやって人参取るんだよ。なあ、人参パス券って確かあったよな。うん、救済措置で3ステージまでパスできるようにはしてるけど。おっと、まさか人参パス券の使用許可を。こんな序盤ステージでできるか。まあ聞けよ。お前も一度は経験してるはずだ。 RPG で序盤にめちゃレアな武器を手に入れたが、使うのがもったいないという理由で結局最後まで使わなかった経験が。ヤマダで遊んでる昨日の私じゃねえか。つまり使えるなら最大限に活用すべきだと私は思うぜ。なるほど、確かに一理あるかも。ごめん、積んだわこれ。もう何してんだよ、まったく。これ正解じゃね。片方が抑えてる間にもう片方が人参取りに行けばいいのか。なんでこんな簡単な方法思いつかなかったんだろう。ほら、霊夢人参ゲットだぜ。ナイス、マリサ。さあ、あとはゴールするだけだね。そうだな。ただいまの状況に唯一問題があるとすれば、こいつをどう引き上げればいいんだ。お前なんちゅうところで踏ん張ってんだよ。今ガリガリ君の暴走を抑えてるの私だということを忘れんじゃねえぞ。なんとかここまで体勢が落ち着きました。あとはマリサが乗ったらガリガリ君で移動するだけなんだけど。おめえ、いつまで遊んでんだ、さっさと来いや。てれえよ、この氷めっちゃ滑るんだよ。よし、一息ついた、待ってろ。今そっち行くからな。お待たせしました、串刺し人参でーす。わー、うまそう。メインディッシュもいかがでしょうか。わー、強気そう。さっきの霊夢の反省点を生かしてっと。よし、オッケーだ、霊夢カモン。いい位置に止まってくれてるじゃん。やっとここに来て強力プレイを見せられました。これが完成の法則だ。受験生を覚えとけよ。手を張った検証ありがとよ。地獄に落ちろ。人参無事ゲットしてえの。第一関門突破してえの。クリア目前で私が罪いいの。何してえの。ここまで来るのに30分かかったんだ。慎重に頼むぜ。どの口が言ってんだこら。大丈夫、足を引っ掛けて私が一回転すればいけるはず。オッケー、掴んだ、そのまま動くなよ。オーケー、すべてを理解した。ナイスストライク。いや、誰がわかるんだよこのネタ。もう絶対離さない、絶対離さない、絶対離さない。やったー。もう私しばらく人参見たくない。ついでにガリガリ君もどうぞ。さて後半戦やっていきましょうか。これは当たり前だけど、レベルが上がるほどステージも難しくなってくるよ。というわけでここからは作戦変更していきましょう。ズバリ作戦名は、動画映えより私たちのメンタル優先。よし、来た、任せとけ。よっしゃ、ここからは私もガチで行くぜ。の前に動画映え少しだけ作っといたぜ。ほら、ありがたく染みやがれ。おいらない優しさ、ありがたい、覚えてやがれ。そういえば大型アップデートが来たんだよな。ファイナルエリア解禁の他にどこかアップで要素加わったんだぜ。ところどころ既存のステージで細かい修正がされてるみたいですね。私自身どこが変わったのか理解してないので、よかったら前作の動画を振り返りながらご覧ください。さりげなく宣伝すんな。だって前作の総集編200万回再生されてるのに宣伝しない手はないでしょう。マジかよ。ところで話に夢中だったけど、今私たちどこにいるの。知らん、ガリガリ君に乗ったところだな。あれ待って、この形どっかで。わー、
勢い足りてなかったけど乗り方間違えたおかげで助かったみたい。なんだその脱線助かり方。何はともあれ17ステージも無事クリア。さてここはどういうステージだっけか。お、霊夢ここ前作苦戦してたステージじゃね。あ、そうじゃん。動画には映ってないけどこの隙間を通るだけで苦戦してまして、一発でクリアしてるあたり私も成長したんだなって。大人になった証拠だよな。どうだ、大人らしく恋バナでも。いいねー。霊夢はどういう人がタイプで、よくこの状況で恋バナできるな。おい、私の道を下げなくそ雪だるまが。霊夢落ち着け、それたかしさんだ。ストレスと疲労が限界突破しそうです。助けてください。至急ストレスの上限解放を。まだ試作品なのでそんな機能ありません。はよアップデートして今回レビュー評価星1つけんぞ。白霊霊夢倒産のお知らせ。ほら上の人参ゲットすりゃ終わりだ。もう少しだ頑張れ。よーし霊夢ちゃん張り切っちゃうぞ。張り切りすぎたあ、すまん、先にゴールしちまった。オッケー、人参は任せといて。お前だから任せられないんだよ。大丈夫、今回は高志さんが守ってくれたおかげで死なずに済んだから。高志こっち見てるんだが。そして無事に人参も確保して、ステージ18クリア。そのままステージ19も一発でクリアしました。さあやってきました、2面のファイナルステージ。このステージだけは端から端まで記憶に残ってるぜ。忘れたくても忘れられないよね。おら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 。よし、このままゴールへ直行だぜ。青崎ごめん。うわ、おめえ何置いてってんだ。マリサー。どうしよう、マリサ置いてっちゃった。マリサかむばー。おら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 、ちょっと休憩。おら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 、ただいま。もしもしここは過去の世界ですか？ねえ、なんでそんな同じ奇跡起こせるの？どうやらこの奇跡量産型だったみたいだな。霊夢人参見つけたぜ。ナイス人参。それじゃ掴みやすいように下に落としてっと。さっきのガリガリ君で難所は越したから、あとは慎重に進むだけだぜ。やだ絶好調じゃん。これも私たちの友情パワーのおかげだね。友情パワー高かったら友達置き去りにしないと思うけどな。ちげえねえ。はっ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 は。ところで人参は下なこれ。仕返しだばーか。いい加減にしろよ仲良しパワーどこ行ったんだ。仕返しの仕返しだばー。おい、いい加減にしろよ仲良しパワーどこ行ったんだ。だからなんで生きていたよ、いい加減にしろや。よし人参落としたぜ。任せて、今度は落ちないように受け止めるから。よし人参ゲット。このまま人参抱えて霊夢選手今カレーに5ごめー。どこにゴールしてんだバカ野郎。よっしゃ、私と人参無事ゴールだぜ。あとは氷で滑って落ちないように慎重にっと。やったー、やっとこれで2面も全クリだぜ。バニーマン実況らしくなってきた。ということで、さてやってきましたバニーマンのお時間です。さて本日は洞窟ステージということで、一体どんな見せ場を作ってくれるのか非常に楽しみですね。解説は私霧雨マリサがお送りいたします。はい、現実逃避しない向き合い行くぞ。私らの仕事は醜い姿を視聴者にお見せして笑わせることなんだから。先生、こんな命を張ったエンターテイメントやりたくありません。さてやってきました。おっと、ここは確かトロッコが出てくるエリアでしたね。前作はここから死ぬ回数が増えてキーボードバンバンしてた思い出があります。いや、今思えばキーボードに悪い子、キーボードバンバンを代わり入ります。キーボードクラッシャー誕生の瞬間。そうだ、このステージ上からつららも降ってくるんだったな。懐かしいぜ、伝説の決議性事件を思い出すよな。私はもうあのつららが怖いよ。私はお前のケツの方が怖いよ。なんだとこら、ケツ押しつけんぞ。やっぱやめろ、その狂気こっちに向けんな。お、人参もあるしゴールの音も聞こえる。よしよし、ここは問題なくクリアできそうですね。なんだ、何か胸騒ぎがする。は、そうか、あの人参を取ろうとすると奥のつららに頭が刺さる危険があるんだ。大変だ、霊夢がまだ気づいてない。霊夢危ない、霊夢危ない、霊夢危ない。あ、つららのせい。守れてよかった。アホがだよ、ぶっ飛ばすぞ。違うんだ、さっきのは事故だ。お前を助けようとしたんだぜ。にしてもバカ力すぎんだろ。タックルで全身砕けたぞ。何をせっかく助けようとしたのに人をラグビー部員扱いしてさ。もう知らないふんだ。ごめん、ちょっと言い過ぎた、悪かったってマリサ。いやよ、こっち来ないでバカ。おっせえ、雑件じゃねえぞクソバナナ。ちょっとそこはしっかり追いかけなさいよ。何諦めてんのよバカ。まずいって、まだここ一番簡単なステージだぞ。一回集中モードいっとかない。ダメだ、集中モードは1日に5分間しか使えない貴重な技だ。こんなところで無駄遣いにはできねえ。やめろよ、このみんなの勉強したくない言い訳になったらどうすんだ。あと、すまないよければ私を助けてほしい。さりげなく積んでんじゃねえ。仕方ないな、ほらすまねえ、助かったぜ。わー、おっめえ、人助けるの減ったクソだな。そんなフレーズ生まれて初めて聞いたよ。ダメだダメだ、しっかり上手くなってもらわんと。ほら私で試してごらんなさい。たま自分のミスを正当化しやがったな。もう助ける側の身にもなれよな。仕方ないな、ほらすまねえ、助かったぜ。わー、天丼はここまでだ。もうおかわりいらんからな。よしどうだ、これが私の実は。私は一体どうすればいい？よし人参落としたよ。ナイスだぜ霊夢。あとはそれをゴールに運んで、ようやく1ステージクリアだぜ。ここまででどんだけ時間かかってんだ。おっと、こんな序盤できたかトロッコ。確か乗り方にコツがいるんだったよな。一人ならまだしも、二人の場合どっちかが足手まといになるからね。でもしっかり捕まっておけば落とされる心配ないし大丈夫だよ。先生、レールに突っかえた場合は私の辞書に不可能という文字はない。いけよ。今日から私の辞書に不可能という言葉が記載されました。今日を不可能記載記念日としよう。ちなみに不可能記載記念日はどんな日？日本国民全員レールに突っかえる日だぜ。誰が祝うんだそんな。
記念日。お、矢印の法則がありますね。しかも道が二手に分かれてるということは、はい、人参確定演出ありがとうございます。人参見つけてから私たち本番だもんな。さてさっきはお互いがトロッコつかめてたからよかったけど、人参持ってる場合どういう乗り方をすれば正解なんだ。ここはやはりお互いで支え合って安全第一で行こうぜ。なるほど、マリサが人参持ってる私を支えるって作戦ね、悪くないかも。逆だろこれ。おう、どうした、私は安全だぜ。おめえが安全になってどうすんだ、私を守ればかやろ。あれ、ここトロッコなしでもいけるんじゃね。なんだよ、必死に人参守ってた私が恥ずかしいじゃねえか。よし、表に出ろ、その達者な口塗ってやる。あ、でもゴールも近そうだし、いけるよ、マリサさーん。あー、人参さーん。入った、これ安定。人参をトロッコに引っ掛ければよかったんだな。あとはこのままスピードを落とさず、よし、ゴールトロッコだけゴールしてどうする。うららさー、せめて人参でガードしてやる。マリサー。トロッコで最後のバージョン2。さっきの敗因はトロッコの勢いについていけなかったことだ。つまりスピードを調整さえすれば、はい、ご覧の通り、新人の機体の出来上がり。とわー、忘れてたぜ、このシリーズバルトの戦いだってな。私はなんともないんだけどね。おい、なんで私だけこんな目に遭わされるんだぜ、陸人だ。無理だ。よし、過去一安定してるぞこれ。今度こそいけたんじゃない、いけー。お母さんバグが私をいじめてくる。さすがに少しかわいそうに思えてきた。よっしゃー、あとはマリサだけだよ。大丈夫だ、慎重に言ってるぜ。よっしゃ、陸人な世界に打ち勝ったぞ、クソが。大変お疲れ様でした。さて、このステージはなんだっけな。私、印象薄いステージは覚えてないんだよね。思い出させてやろうか。おい、待て、嫌な予感がするのが。あれ、私生きてる。霊夢教の天神神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 。よし、トロッコエリアまでに人参確認できず、このトロッコは安心して進めそうだね。やったぜ、代わりにこの岩でも持っていくか。え、頭打って死ぬとかあんのこれ。トロッコの攻略法完全理解。確かにこの姿勢が一番安定だよね。いやいや、大切なのは姿勢なんかじゃねえ。トロッコを思いやる愛情なんだぜ。愛情止まったけど、私の愛今すぐ返せ。仕方ない、ここはトロッコを土台にしてジャンプで越えるしかないね。油断はするのよ。大丈夫、私を信じて待って。霊夢、大丈夫かー。殺して。くそ、さっきからバグで操作が安定しねえ。霊夢はなんでそんなバグが起きないんだぜ。やっぱり私の日頃の行いがいいからでしょうね。大変マリサ、私もバグが起きちゃったみたい。安心しろ、それはただの下手くそだ。トロッコで思い出したんだけどさ、私子供の時トロッコに乗って大空を駆け巡るのが夢だったんだよね。つけ、霊夢、トロッコに翼は生えてねえぞ。いかん、霊夢の脳みそがパンク寸前だ。ここは何としてでもゴールしなければ。さっきから原因不明の死に方するのやめてもろていいですか。これ、トロッコを使う先入観まずなくした方がいいと思う。トロッコの意味あるのか、あれ。やっぱ一番の武器は私たち自身なんだな。やめろ、しかもな、トロッコに惹かれてくたばりやがれ。よし、やっとトロッコゾーン抜けれたぞ。おい、霊夢、こんなところに人参あったぜ。オッケー、ナイス、人参。あとは私がバグらないことを祈って待っててくれだぜ。もうすでにバグってるように見えるんですけど。なーに、これぐらいの運命乗り越えられねえでバニーマンな乗れねえってんだ。開始20分、ようやく人参確保しました。あー、人参の香りたっまんねえ。おそらく距離的に次がゴールなはず。あとは絶対落ちないように角度調整して。よっしゃー、どんなもんじゃい。おい、バカ上見ろ、上アップねー。ナイスキャッチだぜ、霊夢。つららつかみ選手権優勝レベルでしょ。あとはそのまま何事もなく無事ステージ3もクリア。ここまでよく頑張りました。あ、ちなみに今回から半ステージで1パートにするからよろしくね。さて、後半戦やっていきましょう。まずここはいつもの作りだったのでささっと乗り越えて、マリサが先導してつららの撤去、そしてマリサより操作が苦手な私が安全に渡るといういつもの攻略法です。10回死んだとして、そのうちの8回は霊夢だからな。お、真正面から人参の香りが。あ、クソ、ミスっちまったぜ。霊夢、頼む、そこの人参を私の代わりにゲットしてくれ。あの人参がマリサの仇だな。誰が人参に殺されたっつった。ここはちょっと控えめだ。人参ゲットからの4人クリア。先行ってるよマリサ。よし、次が今回ラストか。終わりが見えると気持ちが楽になるよ。違う、そっちじゃない、私を見て悲しめ。さあ、やってきました、今回ファイナルステージ。ここまで頑張った私たちへのご褒美だ。人間の時代ってこういうか、絶対右手以外の体つってやる。最後ぐらい3回以内にステージクリアしてみたいところだな。普段の私なら喜んで協力するけど、あいにく尺が足りてねえんだ。おとなしく先のエジプトなれ。友達連殺しになんてできない。ここは私が引き受けるぜ。ここぞというばかりに好感度を稼ぐな。おい、霊夢、私バグの法則見つけたかもしれないぜ。後発動条件は、これまでの経験上、ジャンプ関連でバグが起こりやすいことが分かったんだぜ。つまり今みてえにバネを使って大ジャンプすると、あ、このようにバグが起きるっちゅうわけだ。地面にめり込でなきゃかっこよかったのに。これは一度めり込んだらどうしようもねえ。待ってろ、今私が楽にしてやるからな。OK、レイムさん、一回落ち着こうか。うるせえ、もうマリサを殺すしか助け出す道はねえんだよ。いやー、いいか、私たちの一番の敵はバグだ。今はバグの対処法を優先に考え、レイムー、いいか、私たちの一番の敵はバグだ。今はバグの対処法を優先に考えろ。他は何も見ない、レイムー。お、お前ナイスヘッドショット。よし、やっとここまで来れたぞ。おい、霊夢、人参見つけたぜ。オッケー。確か前作の記憶だと、もうゴールは目前だったはず。ビンゴ、マリサーともう少しだよ、頑張れ。あとはこの針さえ気をつければ。うわ、少な。やったー。
やっとこれで終わりか、長かったぜ。まだよ、帰るまでが遠足なんだから。そんな帰るまでにハプニング起きねえだ。先生大変です、マリサくんが人参落としました。よし、マリサくん歯を食いしばれ。先生落体で訴えられます。頑張れ、そーっとそーっとな。よし、なんとか体勢立て直しました。ふう、これで一安心感。おっとっと、バグが。大丈夫、まだ死んでない。やったー、あとは死なないうちにゴールして。これにてパート3終了です。いやー、かなり苦戦したぜ。さてさて、いかがだったでしょうか。もしこの動画が、さてやってきました、人参縛りバニーマンのお時間です。マリサさん、本日の調子はいかがなもので。今日もどんなバグが私を苦しめてくれるのか非常に楽しみですね。おろろ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 ろ。準備満タンということで早速始めてまいりましょう。さてやってきました。前回は洞窟ステージの半分までクリアしたので今回は後半戦ですね。そういえばコメントでも来てたが、透明の幽霊ウサギは何なんだぜ。あの未来のマリサの姿はいわゆるタイムアタックですね。おい、ちょっと待て、どういうことだ。このゲームのコインの獲得方法として普通にゴール、人参持ってゴール、決められた時間内にゴールすることなんですよ。なるほど、それで私の未来の姿がタイムアタックの決め手となるわけか。もしタイムアタックでコインゲットしたければ未来のマリサより先にゴールしなくちゃいけないんです。なんだよ、マリサの未来ってややこしいな。お前が例えたんだろ、責任取って私の分まで育ててくれよな。何をだよ。てか、序盤で人参ゲットできたな。これはラッキーだぜ。いやいや、マリサ考えてみなよ。序盤で手に入れたらそこからゴールまで離さず持ってないといけないんだよ。レイム、お前が産んだ子だろ、面倒見ろよ。私の腹再演活中の。おっと、いきなり来たか、トロッコ。でも確か前作の記憶が正しければそのトロッコ攻略したらゴールのはず。よし、ここは慎重に行くぞ。おとと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 と。今日私たち絶好調じゃん。油断するな、乗り物もバグりやすいから。バグりやすいから。背景母上様、あなたの娘は今ステージ外で人参と同化してます。母ちゃん助けて。過去一、えげつねえバグが来たな。おい、私もいや住みたくない。今だけは同情してやる。基本マリサがバグって私がそれに巻き込まれる形が多いじゃん。だったらまず私がトロッコで先行してマリサが後から合流するってのはどうよ。なるほど、いい考えだな。霊夢がそんな私のこと思ってくれてるなんて感激だぜ。あったり名誉、マリサは私の親友なんだから。で、本心は。これ以上私を巻き込むな、バグマリサ。よーし、待ってろ、今から抱きしめに行くからよ。やめろ、バグが映るだろ、こっち来んな。へっへっへっへ、追い詰めたて。霊夢が関連して私の不幸を受け取りやがれ。なんでじゃあ。金とバグが人を変えるんだな。私たちは協力し合うべきだと思うんだ。うん、もうそれずっと討論してるよね。だからどうだ。どんなに相手がミスしても決してバカにしないってのは。はいよー、ナイスアイデアだよマリサ。それでは早速よろしくお願いします。ナイスヘッドショットー。5年下降りちゃった、人参お願い。大丈夫だ、任せとけ。わあ、ナイス人間花火。そもそもお互い下手なのに励まし合ったところでどうすんだよ。何だったんだよあの時間。そんなこんなで無事ステージ6クリア。序盤であんなバグ見せられちゃこの先が怖いぜ。お、マリサ、このステージ覚えてる？あ、忘れもしねえぜ。初めてお前のじっちゃんと対面したステージだもんな。じっちゃん喜んでたよ。でもあれから私も成長したし、今日は帰省しなくて済むかもね。いいのか。じっちゃん寂しがってんぞ。会いに行く手段が死ぬことなんだぜ。誰も会いに行きたくねえだろ。じっちゃんへの愛はそんなもんかよ、この親不孝め。命がかかってんだぞ、愛もクソもあるか。トロッコ入りました。乗車拒否権いくらで売ってくれますか。まあまあ、ここは私の運転技術に任せとけって。いやいやいや、ここは私が。いや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 。私、子供産んだらトロッコ乗車中はふざけないってしっかり教え込むんだ。その心がけは素晴らしいけど、子供にトロッコ乗せる機会があってたまるか。マリサ、矢印の法則発見。おそらくこの上に人参あると思われる。了解、直ちに変身するぜ。ごめん、会話が成り立ってないけど、どういうこと。変身。あ、あなたはトロッコマン。説明しよう。トロッコマンとはトロッコとバニーマンが奇跡的に絡み合って誕生したキャラである。トロッコマンは無差別に人を引いて攻撃していくぞ。悪役じゃねえか。はあ、はっはっはっは。私が来たからには安心してくれたまえ。めっちゃガタガタしてまっけど大丈夫ですか。何、あそこの人参が欲しいんだな。任せときなさい。行くぞ。普通のバグジャンプ。なんで変身したんだよ。よし、あとはここを登れば人参ゲットっと。ここを登って。登。登れー。二度とトロッコマン変身しねえ。トロッコマンどっか行かしてた。よし、最後のトロッコだ、しっかり捕まれよ。オッケーだ、人参引っ掛けたぜ。死ぬ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 。何気に久しぶりの一発クリアじゃない。今回はバグ運が比較的に良かったな。さてさて、本日3つ目のステージへ。この先が見えないスタイル怖いな。多分真下に針があるから大ジャンプは必死だよ。おい、ジャンプと乗り物はバグのリスクが高いっつったろ。うるせえ、逃げるな。戦いさすがに画面外で人参と同化するバグ以上のバグ起きねえだろ。そこんなところで死んでたまるか。私の子に画面外人参同化事件を語るんだ。やめとけ、子供笑い死にすんぞ。でもここも見せかけで簡単だな。ここは掴みながらジャンプすればいいだけだし。いった、トロッコないだけでこんな楽になるのか。今のうちにこの平和な時間を噛み締めておかないと。平和な時間終了のお知らせ。私たちに平和は似合わねえってか。よし、動いたぜ。いいか、絶対話すんじゃねえぞ、霊夢。大丈夫大丈夫。あー、おい、なんだ、本当に大丈夫なのか。大丈夫。あー、おい、大丈夫じゃねえだろ。あー、うるせえ、蹴飛ばすぞ。待って、マリサ、隣に人参が。わー、第1回あそこの人参どうやってゲットできるかの会開催します。この真上にあるんだよな。でもここからじゃ届かないよね。そうだ、マリサ、トロッコマンはあれバグで偶然できたキャラだから、そんな何度も変身できねえぜ。でも私たちにはあれがあるだろ。あれとは私たちのお箱。 OK、 理解した。届け。いけるいけるいける。角度とバランス調整するぜ。よっしゃ、切り届くところまで来たぜ。あとは1回分してると。オッケー、届いたぞ。ナイス、マリサ。あとは人参持って下に降りて、そのままゴールだぜ。はい、いつものおめめ休憩タイム入ります。
掘り二つ頑張っていきましょう。まずここの攻略法としてはいかに巨大岩を追い出し剣な捕まるんじゃねえ。おいせっかくできる人の喋り方してたのに台無しじゃねえか。プレイしてたなんだからごまかしようもねえだろ。ここは何も考えず巨大岩と一体化することだけを考えるのです。私は巨大岩、私は巨大岩、私は巨大岩。おおな、これが巨大岩の人生だ。だから落石まで再現しろっつった。いいか、ここはスピードじゃない丁寧さが必要なんだ。つまり周りを見て慎重に動けば、おおな、私の方が綺麗に落石できたろ。誰が落石のモノマネやれっつった。オッケー、マリサ道作っといたよ。体大丈夫かそれ。でもおかげでスムーズに進めたぜ。あとはここを登って、ちょっと難しい足で越えて。ここは少しでも頭がランタンに当たると落下するから控えめのジャンプがコツだし、行ったそばから何してんねん。今から入れる保険はありますか？仕方ない、一か八か裏技で引き上げるから待ってろ。どうもお手数おかけします。これで貸し一つだかんな、これで貸し一つだかんな、これで貸し一つだかんな。あ、もしもし警察ですか？親友はやめました。霊夢、そこ落ちるとき注意だぜ。わかってる、前作ここで10回は死んだからね。でも私は成長したんだ、いけるいける。やったー、よくやったぜ霊夢。ここのアスレは慎重に超えて。おい霊夢来たぜ、難関ポイント逆さトロッコ。あれ、そこ前回トロッコ1個だけだったよね。1個じゃ少ないからトイレ制作者さんなりの気遣いじゃねえの。いやいや、トロッコの個数気遣うぐらいならうちの相方のバグの気遣いをしやがれ。確かにそうだ。ほらマリサ、早くトロッコに捕まれって。無茶言うな、こんなグラングランで捕めるかっての。余ってトロッコさん行かないで。トロッコさん、いやー大丈夫、まだ走れば間に合う、マリサついてこい。おっ、それどこ走ってんだ。あれ、これ案外いけるかもしれない。よっしゃー、そんなもんじゃい、私のトロッコ掴み。確実に世界狙えるよマリサ。お、もうゴールじゃん。まだゴールは早いぜ。人参が道中なかったってことはおそらくこっちにあるはずだぜ。ここは二人で行くと危険だからマリサ頼んだよ。オッケー、任せとけだぜ。つららが刺さらないように慎重に避けて。よしよし、ここまで順調だぜ。大丈夫、時間は無限にあるからゆっくりね。何バグさえ起きなければこっちのもんよ。霊夢、しっかりしろ、ゴール手前まで戻ってこれたぞ。バナナ、 IQ 下がってんのか、私侮辱してんのか、どっちだよ。もうさっきの悲劇を生み出さないよ、私は先にゴールしてるね。多分これが一番正解だと思うぜ。さて、あとはバグが起きないことを祈りつつ進むだけ。視聴者さんもこれで分かったろ。バニーマンの投稿頻度が遅い理由がメンタル崩壊で編集どころじゃねえからだよ。よし、人参はゲットだ。頼む、一生のお願いをここで使うから、どうか私を無事に返してくれ。帰るまでが遠足の難易度高すぎでしょ。もはや帰りが本番みてえなもんだな。なんで私ばっかりこんな目に遭わねえといけねえんだ。もうやー、正解だよ。初めてでしょ、バグが起きて生き残ってるの。宝くじ一等引き当てる以上の運だろ。何はともあれステージ9もクリア。さあ、ここが洞窟エリア最後のステージです。頑張りましょう。まずはほとんど死ぬことのない巨大岩エリアを抜けて。このアスレも今の私たちなら余裕ですね。そうだな。あ、霊夢、そこでストップだ、時間だ。オッケー、落ち着いた。もう動揺すらしねえじゃん、切り替えプロかよ。おっと、ここだけはバネの勢いで針に刺さっちゃうから注意だね。ほらマリサ、私が壁になるから今のうちに。それすごい助かるぜ。霊夢の気遣いに感謝してありがたく飛ぶとするか。霊夢の気遣い無駄にしていく。やっはー、今まで溜まった分のストレスの発散じゃ。ストレス解消に絶叫系に乗る人とかよく聞くしね。ちなみに中の人は一度だけバンジーに挑戦したことがありますが、本人曰く二度とバンジーらないそうで。なんだバンジーらないって。その後近くにあった人参を回収して、最終エリアは特に見せ場もなく一瞬でクリアしました。いや、洞窟エリアもこれで終わりとなると感慨深いですね。な要素どこにもないから、さっさとゴールぜ。さてさて、いかがだったでしょう。さて、やってきました、人参縛りバニーマンのお時間です。マリサさん、いかがです？そうですねー。ここから先どんな困難が立ちはだかっても、私は先に進んでみせますよ。行くぞ、快感エンジンを助けるんだ。いえいえ、現実見れ、楽しいウサギの時間だぞ。さて、前回の洞窟と雰囲気が変わりまして、今の時期にぴったりなビーチエリアですね。これを見てるみんなは今年は海に遊びに行く予定はあるのぜ。もしなければぜひバニーマンのビーチへ。視聴者の青春にウイルス混入させんな。霊夢、ナッシーの上に人参発見だぜ。ここは前回と変わらずですね。ただ気をつけてよ。視聴者さんからのリークによると、どうやらこのステージナッシーが暴走化するとかなんとか。どうかナッシーがこのステージの敵か。オッケー、人参ゲット。あとはナッシーの襲撃に気をつけつつ進んでいきましょう。ヤシの木に怯えてるの世界で私たちだけだろ。あれでもマリサ見て、このナッシーさん兄弟超えたらもうゴールっぽいよ。なんだぜ、何がナッシーの暴走だよ、何も起きねえじゃねえか。まあいいじゃない、さっさとゴールして今日は早めに終わりましょう。強いて言うなら動画の尺が心配だけど。安心しろ、たった今その悩み解決したぞ。わざわざありがとう、四地獄に落ちろ。まったく一発クリアが目に見えてたのに。まあまあそんな怒るなって。ほら私たちもこれでビーチバレーして失われた青春取り戻そう。みんなおはる経験なくす。ほらそれでまだろ、さっさとゴール捨ててきなさい。おいだけんな、私の青春に何すんだ。だからおはるしてる場合じゃねえだろって。話せー、いやだー、話せー、いやだー。おいてめえ、いい加減にしろや。おめえこそいい加減諦めろ。いや待て、それどころじゃ。
地味に最後のナッシー兄弟難しいんだよな。バランス調整というか角度調整というか。いやでもそこ超えたらかっこいいよマリサ。最近のモテる女の参加状って知ってっか。可愛い優しい、そしてナッシーに乗りこなせるかだ。最近の乙女どうなってんだ。若い今笑わせるんじゃねえ、人参持ってんだ。どうしよう、霊夢人参が。落ち着けマリサもどき。私は誰やねん。いいか、人参は次元爆弾だと思え。だから爆発させないように意識して、ここは慎重に。女ー、もちもち元気の子が生まれましたよ。早くあげろ、命を無駄にする気か。わかってる、今やってるってのが。はい、オッケー、命守りきったぞ。さてどうやってナッシーを乗り越えるか。ナッシーの攻略法として、ジャンプするごとに掴むと安定するよ。なるほど、勢いだけじゃどうにもならんってこと。ナッシー、お、落ち着けナッシー、私は味方だ。なるほど、これがナッシーの暴走か。確かにこいつは手強い相手だぞ。ひとまずステージ1はクリア。お、久しぶりのボートだぜレイム。いい思い出が何一つ思い浮かばない。バミーマン全体でいい思い出ねえだろ。言われてみれば確かに。それでさっきのナッシーについてだけど、一つ気づいたことがあるんだよ。お、攻略法でも見つかったか。まあ、あくまで憶測だけどね。まずこれが先ほどのナッシー暴走の資料です。おい、もっとマシな資料ねえのか。私が加工で無理やり細身に見せる JK みてえになってんぞ。この資料を見るにナッシーはマリサに反応して暴走したように見えるんだ。つまりこのことから導き出せる答えとは、私は無関係だ、お前が何とかしろ。私たち友達だもんな。うるせえ、こっちくんな、ナッシー薬病神が。私がわざと足引っ張って永遠にバミーマンさせたろか。友のピンチは見過ごせねえ、私も人肌脱ごうじゃないか。やっぱ友達は最高だな。それで解決策はねえのか。ナッシーが暴走するまでにタイムラグがあったから、つまり暴走するまでにマリサがナッシーゾーン越えればいいだけ。なるほど、私だけ制限時間付きってか、面白い。ところでめっちゃ順調に進んでるけど、私たちゴールだー。やったぜ、一発クリアじゃねえか。私たちが本気出せばこんなもんだよね。ところで人参は？おかわり入りました。いらっしゃせー。私このバニーマン実況終わったら、制作会社に人参が嫌いになりましたってクレーム入れるんだ。じゃあ私は制作会社に人参抱えてとつって人参テロ起こしてやる。覚悟しろよ制作会社。制作会社の圧力に負けんなクソボートが。このステージ人参どこにあるんだ一体。水の中にありそうだけど見つからないよね。そういや人参で思い出したが、前回のコメントで24と29の人参取れてないって来てたぞ。これは単純にマリサが人参持ってゴールしたからなんだよね。私が人参持ってゴールしないと人参ゲットした判定にならないらしいです。なるほど、なかなか厳しく作られてるんだな。でも人参ゲットしたことは変わりないから、視聴者さんもそこはどうか許してください。で、真面目な話だけど最中に何してんだ。直径でお前が私を離さないからだろ。ここはショートカットエリアか。ふう、なんとか助かなしに挟まれた。だっけんな、なんちゅう地獄に連れてきやがった。落ち着けまだ暴走。はーい、人類終わった終わった。おい、ふざけんな、どうすんだよこのナッシー。じゃあねえ、一か八か、私が落ち着かせてくるよ。ナッシー今日も素敵な気ですね。燃やしたくなっちゃうぞ。私もかーい。今後一切ショートカットすることは禁止としよう。近道には相当の覚悟が必要だってことが分かった。人生地道に努力ってことですね。てか、あれ勢い足りなくて止まっちゃった。なんだよ、操作下手か、私に変われ。一回ボートを戻すぞ、ボートするのかー。もうあの子のバグ体質才能でしょ。そうですねー。ズバリ、ギャンブルですかね。人生何が起きるか分かりませんからね。ほら、こんな風にいきなり人生のどん底に突き落とされる、なんだこのクソ人生。オッケー、人生超えたぜ。ナイス人生。てか、なんだここに人参あるじゃねえか。クソ探しまくったじゃねえか。ともかくこれでステージ2もクリア。ナッシーさえ気をつけてればこのステージ余裕そうだな。つまり爆弾には気をつけなくてもいいと。そういやあったな、こんな物騒なもん。けど任せてよ、ここは一番丈夫な足で対処して。はい、もう大丈夫ですよ。この道のプロか。そうだぜ、確か人参はこの上にあったはずだぜ。けどこれどうやって上まで登るんだ。わかった、爆弾持ってくるから爆発の勢いで登ればいいだろ。もう少し自分たちの命大切にしよう。はいはい、まずはこの物騒なもん撤去しちゃいましょうね。霊夢、爆弾処理班の朝は早い。そして爆弾処理班の夜は来ない。霊夢、おっと電池が切れそうだ。あんたの断りと好きだったぜ。マツダー、いい加減処理成功させろよ。何叫ぶの、めんどくさくなってんだ。てかこれ処理しなくても普通にここからジャンプでいけんじゃん。私は最初から気づいてたけどな。じゃあ早く言えや、一体何人の爆弾処理班が犠牲になったと思ってんだ。あったあった、やっと人参ゲットだ。人参さえゲットできたらこっちのもんよ。人参ゲットまでが本番みてえなもんだしな。うわー、おい、これ私たちクリアさせる気ねえだろ。難関突破したらそこは最難関でした。マリサがバグるといけないから先に私から行かせても。マリサ、このナッシーってご愛と気をつけろ。今のに関してはナッシー無罪だろ。今更だけどこれ新規の視聴者さんが見たらどう思うんだろうね。確かに私たち第三勢力と戦ってるもんな。本来のバニーマン実況つったら。やった、マリサ人参ゲットしたよ。ナイスだぜレイム。私下手だからそこまでいけないから助かるのぜ。そんなことないよ、私が苦手なステージはマリサが得意じゃん。こういうのは支え合いよ、支え合い。ふっ、友達っていいもんだな。わー、だからナッシーゾーンは時間制限あるつっただろ。うるせえ、文句言う暇があったらさっさとこっち来て私を助けろ。おい、ふざけんな、こんなハゲナッシーでどうやって進めばいいんだよ。気合だ気合で、なんとかしろ。人参持ってんだぞ、そんな理論でどうにかなるわけねえだろ。どうやってろー。オッケー、やっとナッシーって名付けたぜ。もう金輪際ナッシー見たくねえ。そんなわけでステージ3も無事クリアしました。まだあと2つ残ってるのが考えられねえぜ。
ステージはっと。あれ、ここマリサ覚えてる？なんだそんな鬼畜なステージだったっけか。いやいや、鬼畜も何も前作にクリアできなかったステージの一つですよ。何？まずはなんといっても序盤のこの針ゾーン、飛びすぎても飛ばなすぎても針に刺さって死ぬという初見殺しエリアです。そういや前作ここ霊夢すげえ苦戦してたもんな。仮に上下針ゾーンを越えても続いては波ゾーン。一見簡単そうだけどジャンプの角度にするとすぐあの世に行きます。波ゾーンを越えると続いてはアスレエリア。ここはシンプルにアスレ欲が試されます。アスレを越えると今度はボートゾーン。ただ走らせればいいだけではなく道中の爆弾を避けるか対処しなければなりません。そして最後にアスレゾーンその2。正直私がここ大の苦手で前回リタイアの原因になった記憶があります。よかった私の記憶は正しかったんだ。間違ってて欲しかったんですけどね。やっとここまで来たんだ。頼むぜレイム。ちょっと私プレッシャーに弱いタイプだから運転変わってくんね。私が運転したら漏れなくバグもついてくるぜ。絶対運転すんな私に任せろ。ドワー、何これ、どこまで来た。もく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 。あそこに爆弾設置した制作者とご飯食べに行って。ご飯食べに行ってどうするの。決まってんだろ、ご飯食べてる隙に後ろからダイナマイト放り込んでやる。さっき惜しかったからワンチャンいいところまで飛んでくれるんじゃね。なるほど、爆弾を利用するということですね。どこまで行くねー。リードそのままボートを飛ばせ。違う、そっちじゃなーい。これボートを先に行かせて爆弾処理させればいいんじゃね。そんなんで簡単に言ったらここまで苦労しねえぞ。これ正解じゃね。これ正解だな。よし、ここまでの攻略法は分かった。あとはこの最難関さえ突破すれば。言うてここそんな難しくねえぞ。下にクッション敷いてあると思えば恐怖心も消えるだろ。クッションにすら恐怖心を抱いてる場合はどうしたらいいでしょう。おとなしく地獄に落ちてくれ。マリサお願い助けて。待ってろ、そこからなら私が引き上げられるから絶対諦めんな。生まれ変わったら星になりたい。オッケー、来たこれ来たこれ。ナイス、よくやったぜ。あとはゆっくり進んで。来た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 。ナナモンさんいけるよこれ。テトさん窒息死だけはやめてよ。よし、先ゴールしてるけど大丈夫だから落ち着いて。ナナモンさん落ち着いて落ち着いて。わあ。お見苦しい姿をお見せしました。ここで今日はラストだぜ。いやでももう前作クリアできなかった。ステージクリアできたからもうどうでもいいや。私たちの絆が深まってる証拠だな。やだもうマリちゃん大好き。何が絆が深まった証拠だもん。なんだ喧嘩か表出ろ。あ、なんだこんなところに人参あるじゃないの。このステージは比較的優しめにできてるんだな。ナッシーがいないだけでこんなに平和なんだな。とその後は死ぬことなく無事にゴールできたところで今回はここまで。もしこの動画が面白いと思ったら高評価。やってきたぜバッニーマン。今日も楽しく4面の後半戦やっていきましょう。マリサさん本日のコンディションは？私今日までずっと内緒にしてたことがあってだな。実は私長時間ウサギを見ると眼球が爆発しちまうんだ。さて今日はステージ6からですね。おい、私の眼球爆発に少しは興味持てよ。渾身のバニーマンサボる言い訳だったのに。それで本気で私を騙せると思ったのなら一回頭ごと爆発させてきやがれ。お望むところだ。こっちから脳みそ貫きに行ってやるわ。私が言うのもあれだが少しは命大切にしろよ。さて前回は悲惨な目に遭いましたよね。前回ナッシー vs マリサとそのマリサに巻き込まれる私の図で顔しかしてましたけど、果たして今回もナッシーと激しい戦いを繰り広げるのでしょうか。もう私はこりごりだぜ。リアルポケモンバトルは邪魔だよマルマインが。ナッシーの次はマルマインかよ。マリサ頑張れ。そのマルマインよければ簡単よ。よっしゃ、なんとか避けれたぜ。オッケー、難関突破だね。あいっけね、私も沈んじゃった。体が寄るよ。名前後で覚えとけよ。水の中は地味にコントロール難しいからゆっくりな。そういえばこのステージ先どうなってたっけ。確かもう一度水中に潜る箇所があったはずだぜ。今の私の眼球が溶けちまった先の様子見てくれだぜ。おめえどんだけ眼球犠牲にしてんだよ。おい、バカ言っていいのかな。おい、レイムどうした。落ち着けしっかりしろ。大丈夫だ、私がついてるって。ほら怖くねえぜレイム。頼むから沈まってくれ。いいか、もう絶対眼球壊すなよ。仕方ねえだろ。なし、見つめたら眼球が拒否して眼球溶けちまうんだからよ。だからおめえの眼球どうなってんだって。うわ、あっともう少しで窒息死するところだった。うん、私もギリギリ超えたぜ。あれ、霊夢なんで来ないんだぜ。いいか、絶対後ろを振り向くな。良さもなくば眼球が死ぬぞ。いるのか。後ろに奴がいるんだな。お、マリサゴールの音が聞こえるよ。そいつはめでてえが、人参はどこにあるんだぜ。大丈夫、確かこの下に隠しルートがあったはず。すげえぜ、よくそんなところ気づいたな。私は死に戻りたい。オーケー、理解した。そんなこんなで無事人参抱えてゴール。すげえ、10回も死なずにクリアできたぜ。これは今回スムーズにいけるんじゃねえか。突然だけどマリサはネタバレは大丈夫な方？さすがに推理小説でネタバレはされたくねえが、それ以外は大丈夫だぜ。一体どうしてそんなことを。いや、さっきスムーズに行きそうって言ってたじゃん。まだステージ6編集し終えても2時間半動画が残ってるんですよね。私次からネタバレ NG にする。15、マルマインを自爆させる方法。そんな一人で自爆させるのは無理よ。私たちが自爆させるよう仕向けないと。とは言っても一体どうすれば。うわー、なしー。ほら、これで完璧でしょ。霊夢冗談抜きで将来爆発処理班どうだ。ガチで進めるんじゃねえよ。人の人生なんだと思ってんだ。爆発処理班選ぶぐらいだったら私は農家を選ぶね。おお前が農家なんて想像つかねえが。人参以外の全ての野菜育てて人参をいじめてやるんだ。あ、よかった、いつもの霊夢だ。ところでこれ間違いなく上に人参あるよね。確かにどうやって上に行くか。よし、わかった、私を蹴ろ。言い方はかっけえのにださ。おら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 お
ほら。オッケー、一発で乗り越えたぜ。もう完全に使いこなしてんじゃん。お、この水の中いかにも怪しいな。ただマルマインが2体生息してやがるぜ。もしこの中に人参があるとすればマルマインを先に倒さないといけねえのか。マルマインの間を泳いでいく方法も一応あるぜ。方法なるほどなるほど、これ無理ゲーじゃね。頼むぜ爆発処理班、お前ならきっと処理できるって。足をうまく使えばいけるかもしれないけど、あんまし期待はしないでよね。あそこまで最短ルートで行くぞ。オッケー、いつでも蹴やがれ。回数的にはボケリぐらいかな。よし下完璧に少女すぎる。これナッシーの葉っぱ灰で爆弾撤去に使えないかな。確かに何かしら触れれば爆発するもんな。いいアイデアだぜ霊夢。でもこの子なかなか葉っぱ落としてくれないんだよね。私も手伝おうか。絶対触れるな、触ったら死ぬ。違いよりこいつの方が危険じゃねえか。先に何か爆弾処理できるものでも落ちてないかな。おい霊夢、あのビーチボール打ってつけじゃねえか。確かにあれならたやすくゲットできるしいいかも。帰りも裏技で戻ればいいしな。いい希望が見えてきたぞ。攻略の鍵見つけるだけでめっちゃ楽になるよ。まあそんなうまくいくわけねえだろってな。眼球くり抜くぞ。なんで今日そんな眼球いじりするんだよ。おいバカ、何危険物に触れてんだ。ワンチャン私のバグ体質でバグらせてこの葉っぱ取れねえかなって。なるほど、己の武器を活用するんだね。まあ己の武器でこれ自滅してるがな。おら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 。霊夢もっと勢いつけろ。無理にでもこいつを剥ぎ取ってやる。逆になんでここまでしても葉っぱ取れねえんだよ。おかしいだろ。ナッシーなりに抵抗してんだろ。俺は人間様に勝てると思うなよ。この首が長いだけの化け物が。私たち人間じゃないけどね。待ってマリサ、ストップストップ。よっしゃー、リーチボールゲットだぜ。ナイスナイス。あとはこのボールを水の中に落とせばいいんだな。それでマルマインも撃退できるはずだよ。よーし、一挙入れてくるぜ。私も爆発でマリサが吹き飛ばないようにここで壁になっておくから。ナイス気遣い、これで安心だぜ。さあ行って、私たちの命運を託したぞー。完全勝利。私たちの30分があんなマルマインなんかに。だがこれでステージ7もクリアだぜ。なんで私バニーマンシーズン2なんて思いついちゃったんだろ。次は最速タイム縛りのシーズン3か。おいバカやめろ、視聴者が本気にするだろ。さてようやく折り返し地点ですね。うっぱ左にナッシーが。マリサ早く前に進め、ナッシーに食われるぞ。わかってる、今急いでるっての。どうやら私はここまでのようだ。おい諦めるなバカ野郎。ほら前回言っただろ、ナッシーがバグる前に渡れば大丈夫って。そうか急げば大丈夫だよな。よしここはもうスピードで向こうに渡るぜ。嘘だろ。さっきのマリサの死で気づいたけど、これ本気で制作者私ら潰しにかかってますね。制作者との戦いだなこれ。いやでももしかしたらこのステージからバグが修正されてたり。これもしかして私たち積んでる？正直もうメンタル崩壊の1秒前だぜ。誰でもいい、私の心に寄り添って慰めてくれ。てめえに寄り添われても嬉しくねえよ。ドアホが。これマリサが近づいただけでナッシーバグってない？何？ステージ重ねるごとに私のバグ体質もレベルが上がるのか？上等だこの野郎。こんな理不尽な世界だろうが絶対諦めねえからな。やってやるぞこの野郎が。はいまずはいっぱい。そこまで言うなら私もこの理不尽な世界と戦うよ。一緒に乗り切ってやろうぜマリサ。霊夢、いつもお前に助けられてばっかだな。よーしマリちゃん本気出しちゃうぞ。大丈夫？今のところ10回中8回はナッシーバグってるけど、もう実力がどうの話じゃねえ。これに関してはもはや神頼みだろ。ただの運勝負じゃねえか。もうこうなったら強行突破してやる。おー、絶対私は済むんだ。うわよし、ここに来て初めてナッシーゾーン超えたぞ。マジでナッシーゾーン超えただけで奇跡だから絶対死ぬんじゃねえぞ。次死んだ奴にからスパゲティだかんな。少しは自分の眼球大切にしろよ。私はバグルに3000円かけるぜ。いやこの空気からして裏世界に飛ばされる2000円だな。もうどっちもバグらない可能性微塵も信じてねえじゃねえか。信じる方が難しいだろ。あよっしゃー、やっと最難関エリア突破したぜ。リアルで鼻水出てきた。種食いてこい。いや待て、今気に入ったら窒息死しちまうだろ。そのまま垂れ流してろ。乙女になんてこと言うんだ。マリサ人参もゲットしたよ。よし、あとはこの難関だけだな。ここは上昇する海面を利用して上まで登っていくんだが、見ればわかる通り罠だらけで少しでも油断したら眼球溶けるから気をつけろよ。なるほど理解。人参を落とさないようにバランスを取ってっと。あーウォールの音。これにて地獄のナッシーステージクリア。どうしよう、鼻水が止まらない。おめえも鼻水垂れてたんかい。次のステージは、一見簡単そうなエリアだね。ここはシンプルに飛び越えて、ボートで一息ついて。おい明らかにステージの順番間違えてるだろ制作者。こんな道端に丸マイン1匹配置してるだけじゃ幼稚園児でも余裕だろ。さすがに幼稚園児じゃ爆弾処理できないと思うけど、それでこれは明らかに上に人参がありますね。なるほどこのビーチボールをどかして上に進むってことか。ビンゴだぜ霊夢、人参ゲットしたぜ。了解、それじゃ下で落ち合いましょう。問題はこの下がどうなってるか。まあさすがに初見殺しはないと信じたい制作者。マリサ降りるとき慎重にね。オッケーだぜ、忠告感謝だぜ。まったく危うく制作者の罠に。何してんだばー。こうして人参投げとけば安全に爆弾処理できるね。よしマリサ降りてきていいよ。オッケーだぜ、今そっちに行くぜ。でおいまだ爆弾が残ってるじゃねえかよ。いやどこにもないでしょ、ちゃんと処理してるって。いやいやまだほら爆弾ぶら下がってんだろ。ねどこについてんだ。あの子ついにバグりすぎて頭までバグっちまったんじゃねえの。眼球がバグったのはそっちだろうがバーカ。バカって言った方がバカなんだよバーカ。
ただ今度は私がしっかり爆弾処理しといたからこれで大丈夫だろ。どっかの誰かみてえに取りこぼしはしてねえからな。いやだから全部壊れてたでしょうが。ワープな。おいおめえが爆弾取りこぼしてんじゃねえか。何言ってんだ、そこの爆弾は綺麗になくなってるじゃねえか。ほら見ろ、どこに爆弾があるってんだ。どうやらお互い爆弾の見え方が違うバグみたいですね。なんださっきから話が合わないと思ったらそういうことだったのか。現に今マリサ爆弾が直撃したことに気づいてなさそうだし、そんなこんなでステージ9もクリア。さていよいよ4面最後のステージです。前作はゲームが重すぎて断念したんだったよな。でもどうやらアップデートで改善されたみたいですし、今回こそは最後までクリアしてみせますよ。そうだな、私たちの成長を見せつけてやろう。よーし順調だねマリサ、私たちが成長した証だよな。もしかしたらワンチャン一発クリアあるかもだぜ。よーし私も頑張っちゃうぞ。おい霊夢、何そんなところで立ち止まってるんだぜ。まったくだらしねえなあ。マリサさすがにこれはごまかせねえよ。だがこれまでと比べて比較的平和なのは変わりねえな。お、ここに来てボートか。キャッカー。やっぱりボートは気持ちいいぜ。ボートなら死ぬ確率も少ないから安心だな。何してんだクソビーチボールが。おっさんの背で空気入れたろか。オッケークリア。岩下も上も穴だらけだ、危ねえ。おい矢印の法則に従ったら特に罠もないところに人参があったぜ。あれ最後のステージなのにこんなにスムーズでいいんだ。絶対手抜きだろこれ。というわけで無事4面も全て人参ゲットしてクリアしました。これで前作のリベンジは果たせたな。でも次回から私たちも知らないステージに突入するから気合い入れないとね。というわけで今回は。やっていよいよやってきましたバニーマンファイナルステージ。ここまでよくくじけずに来れたなと私でも驚いてます。マリサさんいかがですか？夢にバニーマンが出てきた。日常生活がウサギに侵食されてんじゃん。ところでだ。なんでバニーマンさっきから無音なんだ？本当に申し訳ございません。全名バニーマンの撮影録音ミスだけはやっちゃいけねえって教育されてこなかったんか。今日は私が王様だ、殺されても文句言うんで。お方様に殺されて大変恐縮です。いやーこことか一周目死ぬほど苦戦したんですけどね。ご覧の通り操作が上達してます。はい、そや二周目だからな。いえ、私の中の人はこのエリア初めてだから許せよ。正直人参縛りなしでもクリア難しいと思います。おいてめえ、それはどういう意味だ。あー動揺して話してましたー。ナイスお貴様ー。ただ安心してください。この5面これまでのステージと比べて比較的バグが起こらなかったんです。お？そいつはありがてえな。まあ絶対バグらないとは保証できませんけど。なんでおめえがバグってんだよ。これも私への天罰でしょうかね。いいでしょう。これが罰というなら喜んで受けるって。待って関節が良くない方向に曲がってるって。霊夢大丈夫だ。シムシム。置いてめえ、ふざけんな怪力ゴリラが。私が王様。武器もっといじめてー。うわなんだぜこのサーカスでありそうな火の輪っかは。このエリア実は燃えるという概念が存在してまして、少しでも輪っかに触れると燃えるので気をつけてくださいね。なんだ空焼きウサギになんてなりたくねえぜ。でも意外と簡単だな。まあいわゆる見かけ騙しですよね。私も一周目はここめったに引っかからなかったので大丈夫。あいつ炎上してら。マリサお願い助けて。おばあかこっち来るんじゃ。うわー。ケツガッチー。水気持ちー。おい火が燃えうつるなんて聞いてなかったぞ。そんな笑顔も伝染するんだから当たり前だろうが。おいお理論だよ、焼いてくるぞ。共食いじゃねえか。でも確かに今のところ私にバグは起きてねえぜ。今まではバグのせいで実力を発揮できなかったが今こそ私の力を視聴者の目に焼き付けてやるぜ。なんでやるさー。何が比較的バグ起きないだバカ野郎。いや本当に1周目はまだマシだったんですよ。1周目と2周目のマリサ違うからかな。マリサによってバグが変わるってなんだよ。いやー2周目のマリサあれそういえばバグが頻繁に起こってた洞窟ビーチエリアも今のマリサが担当してたよね。なんだ私がバグを引き寄せてるって言いてえのか。だって2周目のマリサはここまでバグらなかったもん。何を1周目1周目ってもう2周目のマリサ知らないもとは。2周目頑張れナナモンさん。大丈夫だ任せとけ。ナナモンさんそこうまいよね。待ってナナモンさん燃えてる燃えてる。あつ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 。やっと日の輪のゾーン抜けれたぞ。おい霊夢ここからどうすればいいんだ。そのマリサがいるところの上に進む道があるんだけど、そこに人参が置いてあるんだよね。ここは勢い落としてっと。オッケーマリサ人参確保だよ。すげえぜ今日の霊夢は一味違うな。まあ2周目の女なんでね。あとはこのまま下に降りてゴール。私もなんとかゴールにたどり着いたぜ。いいじゃん2周目も素質あるよ。その呼び悩めやがれ。よし一つステージ攻略しただけ大きいぜ。あれマリサゴールしたんだよね。私の画面だと一人キャンプファイヤーしてんけど。なんだお前の目に一体何が映ってんだ。さて2つ目のステージです。ごめんなさい。オーケーここ苦手なんだな。最初のエリアは基本死ぬ要素はありません。焦らずゆっくり行けばたとえ2周目のバナナでも攻略できるはずです。私が王様。生きててくれてありがとう。問題はこのエリアなんですよ。この不安定なキノコを使って先に進まないといけないんだけど、1周目はこのキノコに20回は殺されました。お前がキノコタイプに弱いだけだろ。ポケモンじゃねえんだからよ。さてこの2つ目のキノコがなんかマジでしばらくキノコ料理食わねえからな。なんでややきしいたけうまい野郎だい。よし奇跡的に乗り越えたぞ。確かにあのキノコ動くから厄介だな。問題はあのキノコ越えてからが本番なんですよね。なんだここは地獄か。それでマリサがいるところの上に人参があるんだけど、そこ地味に滑るから結構死にやすいんだよね。確かに下手にジャンプしたら死にそうだな。そこで私1周目の経験から対策を練ってきました。放送の対策とは一体滑り落ちないよう私がここで肉壁となろう。エリクは角形がやってることはクソだぜ。そんな肉壁に頼らずとも一発で取ってくればいいだけだろ。私だって成長してんだ。あまり見くびらないこととは。
肉壁に救われた自分が腹立たしい。ここ感謝するところじゃねえの、ありがとうって言葉わかんないのかな。なんとか人参はゲットしたが、なんだこのホットドッグ。それがこのステージのメイン乗り物ですね。メインホットドッグが乗り物。まあいいじゃないの、ケチャップとマスタードの気持ち味わえる一回じゃねえ。だからマスタードになりたい。さあ、てかこれまずいかもしれねえ。やっちまったー。おい止まれ、私たちがゴールできねえだろうが、どけ、私が今日からソーセージだ。何ソーセージに嫉妬してんだマスタード。仕方ない、ここは裏技使っていくぞケチャップさん。それボーマリカ、ゆっくり実況者様になっちまうからやめて。お角度調整ちょうどいいんじゃねえか。やったー、この動画見たか、私の技術わかったから落ち着け。それ以上蹴るなバカー。霊夢大丈夫か、その体勢。マリサがいい感じに支えてくれてるから大丈夫。よし、難関突破したぜ。あとはゴールするだけだよ。やったー。七門さん、それ大丈夫？大丈夫大丈夫。オッケー、超えた超えた。いやでも勢いで行きたかったな。だがここからはいけなくもないはず。いや。しゃあ、七門さんマジで頼むぞ。ちょっと待ってね。マジでプレッシャーがでかすぎる。七門さん頑張って。マジで頼む、本当に頼む。いや別に失敗してもいいよ。本当に一生のお願いゴールさせて。やったー。今の結構危なかったな。私もプレッシャーに負けずに無事クリアだぜ。どうしよう、もうずっと鼻水が止まらない。だねー。ステージ3にやってきました。ごめんなさい。こらふざけんな。このステージ1周目でクリアしたのが奇跡だった。レベルで難しいんですよ。そんな奇跡を貴様はぶち壊したんだぞ。はっはー、もう言い返せねえ。ここはまずこの安全性もクソもないエレベーターで上に上がります。これエレベーターなのか。ただ気をつけてください。警戒もなく、ただエレベーターで上がると私が地獄に落ちる仕組みになってます。お前が落ちるんかーい。クソなんだ、ここめっちゃ上下に動くから操作が難しいぞ。そこはジャンプしなくても1回転すれば安全に渡れますよって今アドバイスしたところで、プレイ中のマリサに伝わるわけねえもんな。なんでそんな重要なことプレイ中に言わねえんだ。だって1周目のプレイ中、あんたが面共有で見てただろ。ここも床不安定だな。うわ、しまった、動けなくなっちまった。霊夢頼む、助けてくれだぜ。仕方ないな、ほらよ。救出作業慣れすぎじゃね。一周目のマリサもこれで救出してきたからね。バニーマンのメシアとでも呼んでくれ。一番嬉しくねえメシアだな。まあ任せとけ、メシアに不可能の。頼むメシア、私を助けてください。どうやら私メシアじゃなかったみたいだ。霊夢、この先はどうなってるんだぜ。ここは勢いに任せていっていいよ。おお、なんだこれ楽しいぜ。それは何より。ただ問題が、人参が端にあるってことなんですよね。この人参を取るまでが意外と大変だったり。何遊んでんだ、真面目にやれや。私が王様。私もまあ、でこれは私の遊具だうぜろ。いや、の王様心狭すぎ。なんだと税率引き上げたろか。やってみろ、クーデター起こすかんな。これバネの力を抑えてジャンプを最小限にすればいいんじゃねえか。え、そんなことできるの。任せろ、1周目より2周目のマリサが優れてることを証明してくるぜ。わぁ、うむ、苦しゅうない。その今のご自身の状況見直してください。オッケー、人参ゲット。これであとは戻るだけ。私はゴールしたから、あとは霊夢だけだぜ。大丈夫、もうプレッシャーなんかに負けないから。おお、なんだぜ、精神的にたくましくなったな。いや、単純にバニーマンのやりすぎで感情がぶっ壊れてきてる。さて、ステージ4は謝るなよ。あ、ここは比較的優しめのステージですよ。マジか、やっと気が楽になるぜ。一周目の時は攻略までどのくらい時間かかったんだぜ。1時間弱。涙が止まらない。文句を言うな、私の中の人なんかリアルガチ泣きしてたんだから。成人男性、何しとんねん。このゴールは一人乗りだから先行ってるね。おい、それまさか片道切符じゃねえだろうな。大丈夫、しっかり戻しておくから。やださりげない配慮にときめいちゃう。ごめん、金髪少女はタイプじゃないんだ。私が王様。嘘だろい。へいみこ、この動くブロックの攻略法、ここは基本ブロックにさえ掴んでれば大丈夫。なるほど、そういうことなら強さとって無言でいくなよ。アップね、ギリギリで掴めたぜ。てなんだ、そこどうやって先進むんだ。ここはマリオ形式ですね。掴みで登って針に刺さる前に隣の壁に移れば大丈夫。なるほど、これは簡単だな。一周目はここ私苦戦してたんですけどね。マリサ、それ首大丈夫。ちょうどいいマッサージだぜ。やってミスっちまった。であれ、なんでここだけ針がねえんだ。マリサ、それ大正解。実はそここそが人参の隠し場所だったんだよね。うわ、なんだ偶然、私人参見つけたのか。ということで無事ステージ4もクリアしました。さて、私は疲れたから一周目のマリサに変わるぜ。一周目に担当してたマリサさーん。あ、はい、こちら1周目を担当してたマリサです。正確には1周目担当してたが、霊夢の録音ミスで2周目に付き合わされたマリサだが、ややこしいわ。さて、ここからは私も1周目で経験してるから任せとけだぜ。このステージは確か1周目で1時間半かかったステージだな。さすが1周目のマリサ、冷静に分析してやがる。ここはホットドッグの勢いで向こう岸まで飛ぶんだが、まあ成功率は 30% といったところだな。同じマリサでもこんなに違うんだな。ソーセージさーん、ホットドッグ先に行くなー。ホットドッグより先に行くなー。なくしてくれとんねん、ホットドッグ。もう金輪際ホットドッグ買わねー。おいごら、ソーセージスポット抜けんな。ホットドッグより先に行くなぁ。あっねー、もう少し遅かったら画面あるところだった。私は半分キーボード折ってるぜ。あらやだ、持ち運び便利そうね。ここはささっと抜けちゃって、問題はここにある人参なんですよ。ただ本来ならこのエレベーターで上に上がっちゃうところを、片方が足を使ってエレベーターを食い止めてる間にもう片方が人参ゲットしてその間に進むという裏技を編み出しました。二人ならでの強行突破ってやつだな。さあマリサ、本番はここからだよ。分かってる、前回最後の最後で油断して死ぬパターンを3回は繰り返したからな。もうさすがに2周目となって死ぬわけにはいかないぜ。ちょっとマリサ、いい加減にしてよ。もう流せる涙もつきちまったじゃねえか。2周目では残念ながらクリアできませんでしたので、1周目の無音のクリア映像をお送りいたします。さて、ここまでいかがだったでしょうか。
次回でいよいよバニーマンも最終回となります。果たして私たちは無事エンディングを。2021年11月15日、それは突如として始まった。最初は彼女らは何も疑わずにただ純粋にゲームを楽しんでいた。しかし、次第に彼女らはこのゲームの恐ろしさに気づき始め、気づいた頃にはそれは遊びから命を懸けた戦いへと変わっていった。しかし最終的には理不尽な世界によってリタイア。彼女たちの物語は一度幕を閉じたのだった。しかし彼女たちは諦めなかった。前回のリベンジを果たすべく再び舞い降りた霊夢とマリサ。今度は人参縛りという自身の首を絞める条件のもとリベンジが始まった。しかしここでも、新たに出現した第三勢力バグによって彼女たちは苦戦を強いられた。荒ぶるマリサ、地面に埋まるマリサ、地獄とかするマリサ、ガチ泣きスループ主かっこ成人男性。果たして今日彼女らはこの地獄を抜け出すことができるのだろうか。どうめっちゃかっこよく冒頭シーン作ってみたんだけど、俺のセリフで全て台無しだがな。というわけで今回で残りの5つのステージを攻略していきましょう。マリサさん今の心情は？私の心ダイエットでもしたんかな。何その心が軽いの遠回しない言い方。ちなみに残りの5つも2周目ということをご理解ください。なあ、じゃそんなしに急ぐん。1周目の経験上46と47ステージがかなりの難関だな。あれ、もしかしてこのステージ飛び移るところか。お前が一番苦戦してたステージでもあるな。まああの時は本気出してなかっただけなんですけどね。だったら最初から本気出せや。無駄になった1時間半の時間分代金請求すんぞ。ちなみにおいくらで？3億4だけおめえに価値あるんだよ。ここだぜ。ここもバニーマン特有の2人だからこそ難易度が上がるエリアだぜ。このゲーム2人プレイに優しくない。ちなみにここはご覧の通り2人同時にタイミングよく飛ばないといけない高等テクニックが必要だが、1周目のプレイから私たちはすでに攻略法を見つけ出してるぜ。まずは1周目の初見プレイ時の映像をどうぞ。おい、なんだぜこれ。どうすればいいんだ。もしかしてこれトロッコやボートみたいに2人で同時に飛び移って移動する感じじゃない？なんだそりゃ難易度高すぎるだろ。マリサそれ絶対話さないでね。任せろ。何のために毎日若い女の子の足触ってると思ってんだ。マリサこの後個人面談開こうか。ってこれ2人で向こうに飛び移るの難しくねえか。霊夢バックだバック。わーち、なにどうしたの。わーちがっちー。親の思いを作ってるだろ。その子を話しやがれ。そんな私二人先に加藤しまされてたのか。待って、霊夢はダメむ。霊夢まだ乗れねえのか。ちょっと待って、地味に難しいんだよこれ。霊夢乗ったか。乗ったな。よし霊夢行くぞ。しっかり捕まろうよ。おーい、誰を乗せてんだ。戻ってこーい。下手に動かない動かない。よし、マリサいつでも飛び移ってきていいよ。すごいぜ霊夢。手名付けるのうまいな。よーし、私もこのバグを手名付けて今そっち行くぜ。おいらかそんなもん連れてくるんじゃねえ。わーという私たちの過去の経験から察するにベストな乗り方を思いついたんだぜ。ろくな過去がなかったな。その乗り方というのがこれだ。レイムにリスクが挨拶で、クビクビクビ。これで私とレイムが同時に飛びやすくなるから、安定した飛び移りが可能となるんだぜ。あつ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 。あとはわかりやすいところに置かれてる人参をゲットして、この最後の難関さえ突破できれば私たちの勝ちだぜ。お、そうだな。ただ一つ問題があるとすれば私の成功率が過去最高レベルで低いところだ。どんどん最低記録更新していくのやめてもろて。ちょっと集中するから話しかけるなよ。わかったのぜ。私は道端の石ころ。石ころは恐怖心を抱かない。つまり何も恐れる心配はない。もしもし道端の石ころさん。誰が石ころやぶん殴るぞ。なんなんだよおめえは。よし、なんとか渡れたぞ。アップねー。よし、無事ステージ6クリアだよマリサ。2周目クリアできなかったからって1周目の映像使いやがって。黙らっしゃい。さて難関ステージおかわり入りました。ここは中盤が鬼畜すぎるんだぜ。序盤は簡単すぎてどうってことないぜ。やっぱ長年バニーマン経験してると操作も自然に上達するっちゅうわけだ。と言ってますけどね。実際はリスチから近いという油断で裏では私たち死にまくってるんですよね。このステージ難関1周目合わせてここに来るまでで20回は死んでます。立ち上がれクソボール、私が相手だ。おやったれやったれ。ボールの存在意義ぶっ壊したれ。クソボールごときが私の未来を阻むなー。ダメだ、全人類ボール様に支配されて終わりだ。ボールに遊ばれる側ってか。ご覧の通りゴールするためにはこの妨害を避けつつ進まないといけないんです。別にボールは問題ないんだぜ。問題は長時間のプレイによる疲れが出てきてるところだ。何してんだ。減ったクソ。バニーマン終わったら2週間旅に出てやる。風なんとか乗り越えられたよ。よくやったぜ霊夢。というか正直あのボール見かけだましだよね。言われてみや確かにボールで死んだことねえな。そりゃ見たことか。あんな見かけだましにやられるおバカさんいないでしょ。思惑が外れて残念だったな制作者。行くよ、おうどんとこい。ボールが3つ来たタイミングだよね。あれ ?1 個だけ多分バグだぜ霊夢。今がチャンスだ。よし霊夢ちゃん合格者。ぶっざけんなクソボールが。ということで無事ステージ7もクリア。残りは3つだけだな。さあやってきましたステージ8。実はここ1周目より前にこそ練してたので実質私だけ3周目のステージとなります。3周目の女ってことか。なんか人生経験豊富そうなベテラン女子みたいで嫌だ。はい、来ました。このステージ一番の難関ポイントです。動き回る中飛び移らないといけないのが面倒だな。けど私はもうコツは掴んでるので。はい、この通り。さすが3周目。その名で呼ぶな。1周目兼2周目どんなあだ名だよそれ。経験してるとはいえここガチで難しいんだよな。少しでもタイミングミスるとこの通り。私ももう1周経験していれば。なんだて名称いじりか。年齢いじりみてえに言うなよ。よっと、オッケー難関クリア。もう難関クリアした時の達成感も何
にも感じられねえ。上にある人参をゲットして、この一見難しそうな水中コースを進んでいきます。ただここはコースさえ覚えちゃえば基本積むことはありません。おいおばさん、まだ3周目だわ、ピッチピチだぞ。さて私はこのトラウマゾーンどうにか克服しないとな。え、一見普通のアスレだって。バカ野郎、お前らこのアスレの恐ろしさ知らねえからあんなこと言えるんだろ。なんだここ普通のアスレか。ゴールの音も近いし、ここさえ越えればクリアっぽいな。うわ、しまった、ミスっちまった。わー、黒いだけ。どこのようにここ落ちたら一瞬で黒焦げにされちまうんだぜ。だからここだけは慎重にいかねえ。あっちー、あれ生きてる。オーバーキルやめろー。最後のあのプレッシャーどうにかしてほしいぜ。わかる、簡単なアスレなのに難しく感じるよね。序盤なら全然そんなことないのに。なんでそのタイミングで言った。ほら、霊夢まだ来ねえのかよ。おい、こら先に進みすぎるな。画面が広がって見えなくなるだろうが。わバニーマンあるあるだが、片方がうまくいかない時に限って片方が成功するんだよな。この理論でいくと私は今回はゴールできるだろうぜ。いや、これは無理だ。そこのままじゃ間に合わねえ。せめて人参お前だけでも生き残れ。もういっそのこと私を殺してくれ。黒焦げにされてますやん。なんとかマリサが乗り切ったところで私も無事ゴールしてステージ8クリア。さてこれを皆さんはこう思ってるはずでしょう。どうせステージ49と50となれば難易度もクソ高いんだろうなと。そうですよね。大体のゲームはレベルが上がるごとに難易度も上がりますもんね。ゲームの常識ですもんね。ただこのバニーマンはその常識すらぶっ壊してくるんです。というとつまりこのゲーム楽に49と50がめちゃくちゃ簡単に作られてるんですよね。せっかくのクライマックスが台無しじゃねえか。さて困った、どうやってこの簡単なステージの尺稼ごうかな。私としてはさっさとクリアしたい気持ちでいっぱいだけど飛びすぎたー。ナイス尺稼ぎ。本来ならばもっと苦戦してる姿をお見せしたかったのですが、プレイ中の私たちは動画映えよりも自身のメンタルを優先しちゃってますね。成人男性大号泣。本人曰く成人になってからあそこまで号泣したことなかったそうです。お前の中の人おかしいんじゃねえの。ゆっくり実況者大体は変人だろ。でもこれでこの地獄から解放されると思うと心が楽になるぜ。ほら見ろよ、私の心なんか今にも踊り出しそうだ。もうこんなゲーム大嫌いだ。もう一回遊べるドン。その後はこれといった見せ場もなく越えていき、秘密の通路に隠されてた人参もゲットして、無事このステージもクリアしましたとさ。さてここが本当の最後のステージです。とは言っても1周目もほとんど死ぬことなくクリアしたレベルの難易度なので、あまり盛り上がりには欠けますけど、もしバニーマンにクレーム入れるとしたらステージの順番と成人男性が号泣しだすってことぐらいだな。マジでこのゲーム成人男性全員号泣すると思います。成人テロだな。けどおそらくこのステージ人参の場所が過去一見つからないと思います。そうだな、確かに人参の場所だけがわからなくて苦戦してたぜ。これから現れる私の後継者のために人参の場所だけ教えておくと、実はこの水の中に隠されています。もし人参縛り最速タイム実況でもされる場合はぜひ参考に。成人男性の涙枯渇させるか。さてそれでは最後に振り返りをしつつバニーマン実況を終わりましょう。皆さんここまでいかがだったでしょうか。意外にもほとんどの動画が10万回再生されてて内心大変喜んでいます。皆さんは私が苦しんでる姿がお好きなんですか。けどまたこういった鬼畜バカゲー遊んでみてもいいかもしれませんね。おいさっさと池や真面目な話してんだろうが。さて無事ゴールもしまして、これにてバニーマンとも今度こそお別れです。ぜひここまで付き合ってくれたマリサ役のメトクマさんとテトさんに拍手を送ってあげてください。それではここまでのご視聴ありがとうございました。